こんにちは。今回はポケモンバイオレットコードプレイのダイスアフレコでお送りします。前回からの続きで今回はネモ参戦です。もうすぐだよ。あ、来たね。チャンピオン同士のポケモン勝負、噂を聞きつけてみんなも集まってきたみたい。ここにいる全員みんなの中で私が一番楽しみなんだよ。すごい、四天王もいますね。舞台は整った。私の本気の力と実った君の力、どっちが強いか勝負しよう。はい、ということで始まりました。これが最後かな。チャンピオンのネモが勝負を仕掛けてきた。まずはルガルガン、こっちはウィンディ。さあ行きましょう。ずっとずっと待ったの最高の勝負始めるよ。今作のライバル役は本当に可愛い。相手のルガルガンを威嚇で攻撃力を下げておきます。で噛みつく。あー、ストーンエッジ早いね。おー、当たらない。はい、先生は捕らえましたけど当たらなかったですね。頑張ります。でステルスロック、巻かれちゃった。これはもうしょうがないですね。噛みつく攻撃。本気のネモさんっていうことですけど、レベルは65前後なのかな。効果抜群は取られてる。きつい一撃。どうだ、本気出せるって楽しい。いや、今まで本気じゃなかったってことだよね。これでいける？切り裂く。効果は今一つですが、ちょっとだけだったからね。ルカルガは倒れました。よし、次ヌメルゴン。ここでギャラドスに変えます。ヌメルゴン、最初にヌメラ持ってた時はやっぱりヌメルゴンにするんだなと思いましたけど、強いんですよね。これでガーディが噛みつく。 OK、 ヌメルゴンは倒れた。次で3体目、ミミズズ。虫ポケモンで今作出てきたやつですね。主大きかったけど、普通のサイズってちっちゃいのかな。ガブリアス、ミミズズ、ミミズズ、わあサイズ感。炎の牙、よし、効果は抜群。最初に教えたタイプ相性が私をピンチにするなんて自信。これは一応耐えられるからそのままやっちゃいましょう。炎の木は、よし、はい、ミミスズは倒れた。次ですね、ノココッチ。そのままにします。ノコッチ進化のノココッチ。あれ、ミミスズよりもノココッチの方が大きいんですね。で、あと3体だね。まだ残ってるな。トグロを巻くを使う。これで攻撃を上げられる。防御も上げられる。で、命中も上がる。もう一回するの？いや、めちゃくちゃ詰まれましたね。大丈夫かな？でもまあ、明るいんだから。これで。あ、残った。あ、でもひるんでる。よかった。本当にちょっとしか入らない。ありがとうございます。ノココッチは倒れた。残りはパーモット。パモからの進化の子ですね。電気タイプだからちょっとギャラドスのままだと怪しすぎるので変えときます。行け、ウィンディー。いや、初代のポケモンたちはやっぱ強いですね。可愛いよね、パーモット。ただね、今ステルスロックがあるので入れ替えすると
マイナスがって嫌なんですよね。しょうがない。電光衝撃、よし、電気を使い切った。炎の牙、もうちょいもうちょい。でバックで一回回復します。満タンの薬で体力を満タンに。次何するのかな。もう一回同じ技、インファイト変えてきた。でも防御これで下がるから、この次のターンはいいですね。特防も下がってるし。よし、耐えた。もう一段階下がります。これでいけるかな。炎の牙、はい、終わりました。パーモットが倒れる。ラスト1体、はい、ウェーニバル。御三家水タイプの最終進化が来るので、ここはマスカーニャに変わります。やっぱり水には草ということで変わるんですけど、今回ネモさんがチャンピオンになった時に使ってたポケモンたちじゃないんですよね。そう、主人公が旅に出た時にそこから集めた子たちだから、もしかしたら前に使ってたポケモンたちだったら負けちゃうかもしれないって思っちゃってたんですけど、新しくね育てた子たちと最後のバトルっていう風になってて、ありがたいといえばありがたい。よし、で向こうもテラスタルするはずなので待ちます。私の最高の宝物、これでお互いにテラスタル。1発なのか2発なのかはちょっと分かんないですけど、レベル高くなってるんでね、お互いにうまくはいけるんじゃないかな。トリックフラワー、一発で決めたい。よし、効果抜群、ありがとうございます。ウェニバルは倒れた。あ、いや、やったー、すごいすごいよ、最強だ、嬉しいな。だって私本気で戦ったのに、本気でくー、あはははは。ポケモン勝負ってさ、思ってる以上にずっとずっと楽しいよね。ありがとう、次は負けない。泣いてるのかと思った、違った、よかった、ありがとうございました。いやー、ここまで長かったですね。一休みしたらもう一度ポケモン勝負しよう。ここはずっと変わらないですね。次はどの子で戦おうかな。やっぱりいっぱい持ってる。もう部屋に戻りました。これでチャンピオンロードクリア。いやー、ネモ戦どうなることかと思いましたが、いけましたね、よかったです。そして次なる目的地はここですね。スターダストストリートがまだ終わってなくて、今学園の中なので、次回はそちらに向かおうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!